こんにちは。今回は J1 の20クラブの中でコンオフの勝ち組はどこかを考えてみました。本日は2021年の1月14日です。 J リーグのストーブリーグは終盤戦に突入しました。現時点では340名ほどの選手が移籍を決断しましたが、ペース的には例年通りと言えます。たくさんの移籍が成立していますが、 J1 の20クラブの中でオフの補強に成功した勝ち組はどこでしょうか。オフの勝ち組だと思うクラブを順番に挙げていきたいと思います。それではスタートです。まずは1チーム目です。1チーム目は清水エスパルスです。ヴェルディやセレッソで結果を残したロティーナ監督を招聘しました。左側が新たに加入した選手で、右側がコンオフに退団や流出した選手です。日本代表の権田や北九州のティサロや大分の鈴木や鳥栖の原輝樹やセレッソの片山など有力選手をたくさん獲得しました。一方、主力級の流出はほぼなかったので戦力は大幅にアップしたと言えます。サンタナやマテウスなど新たに加入する外国人にも期待が集まります。文句なしで J1 の20クラブの中で一番いい補強ができたと言えます。主力の流出はほぼゼロで、その上で実力者をたくさん獲得しました。特に大きいのは日本代表の権田を獲得できた点です。ポルトガルリーグでゴールを量産しているチアゴ・サンタナは新しい清水のエース候補です。期待の新戦力を一人だけ挙げてみると、やはりディサル・アキラ・シルバーノです。1996年4月生まれで175センチのストライカーです。2020年は J2 で2位となる18ゴールを記録して大ブレイクしました。レレマスクのパフォーマンスもすっかり浸透しました。初挑戦となる J1 でどこまでやれるでしょうか。次は2チーム目です。2チーム目は名古屋グランパスです。2012年以来なので久しぶりに ACL の出場権を獲得しました。新たに加入が決まったのは鳥栖の森下、セレッソの木本、浦和の長澤、セレッソの柿谷、川崎フロンターレの斉藤学などです。一方、オジェソクが退団してシミッチもフロンターレに移籍しました。太田はオーストラリアのクラブに移籍をしています。 ACL に出場するのはかなり久しぶりですが、ビッグネームをたくさん獲得して話題の中心になりました。特に効果的だと思えるのは右サイドバックの森下とセンターバックの木本の獲得です。長澤も名古屋のサッカーに合う可能性は高いと言えます。その一方でストライカーの補強がまだなされていないのは心配材料です。期待の新戦力を一人だけ挙げると、サガン鳥栖から獲得した森下です。昨年末には五輪代表にも選出された右サイドバックです。攻撃力は J リーグの右サイドバックの中ではトップクラスです。攻撃力の高い右サイドバックは日本には少ないことを考えると、希少価値の高い選手を獲得できたと言えます。次は3チーム目です。3チーム目は大胆な若返りを図ったセレッソ大阪です。柿谷や木本や片山などが流出して、メンデスやデサバトは契約満了となりました。トクラや鈴木浩二も抜けたので退団する選手はたくさんいますが、その一方でタガートや原川や進藤や加藤睦月や新井直人や松本など実力者をたくさん獲得しました。近年のセレッソの最大の問題点は高齢化でした。昨シーズンの平均年齢は J1 で一番上でしたが、コンオフは思い切って大胆な若返りを図りました。25歳前後の有望な選手をたくさん獲得しました。総合力はほぼ維持した上で大幅にメンバーは若返りました。若返りをしつつ戦力を維持するという難しいミッションをなんとかクリアすることができました。期
待の新戦力は金沢から獲得した加藤睦月です。2020年は大卒1年目ながら J2 で13ゴールを記録しました。万能型のストライカーであり万能型のフォワードです。コンオフの J リーグの目玉選手の一人でしたが、セレッソが獲得に成功しました。4チーム目は浦和レッズです。徳島のロドリゲス監督を招聘しました。新たに加入したのは神戸の西大豪、FC 琉球の小泉、栃木 FC の秋元、東南の金子、大分の田中達也などです。一方、退団や流出したのはマルティノスやエベルトンや鈴木大輔や青木や竹富などです。セレッソと同様で浦和も高齢化問題は深刻でしたが、小泉、秋元、金子という有望なミッドフィルダーを3人も獲得しました。経験豊富な西大吾の獲得も大きなプラスと言えます。一方でベテランはほぼ残留したので、世代交代はなかなか進まないのではないかと思われます。期待の新戦力は FC 琉球から加入した小泉です。大卒2年目となる昨シーズンは FC 琉球の主力として躍動しました。運動量が豊富でテクニックもあるダイナモです。浦和というビッグクラブで遠慮することなく自分を出すことができれば、浦和でも成功を収めるでしょう。次は5チーム目です。5チーム目はガンバ大阪です。昨シーズンは J1 で2位でした。 FC ソウルのチュセジョンの加入が決定して、広島のレアンドロ・ペレイラの加入もほぼ確実です。新戦力で目指すのはこの2人ですが、ビッグネーム2人の獲得に成功しました。一方、チームを離れたのは松田陸や柴本や高木大輔や渡辺和真や山口などです。高高弘と高江も完全移籍でチームを離れています。リーグ戦で2位となって ACL の出場権を確保しましたが、国内外のクラブで争奪戦になったレアンドロ・ペレイラの加入はほぼ確実です。15ゴールは計算できるストライカーを手に入れることができました。現役の韓国代表であるチュセジョンの獲得もかなり大きいと言えます。ピンポイント補強になりましたが、補強はうまくいったと言えるでしょう。期待の新戦力はやはりチュセジョンです。1990年10月生まれなので30歳のボランチです。現役の韓国代表でロシアワールドカップにも出場しました。精度の高い右足を持っており、展開力のあるボランチです。次は6チーム目です。6チーム目は徳島ヴォルティスです。2020年の J2 王者で2014年以来の J1 となります。新たに獲得したのはヴェルディの藤田ジョエルチマ、フロンターレの宮代などです。新たに加入した選手はあまり多くありませんが、J リーグの移籍市場の目玉だった藤田ジョエルチマの獲得に成功しました。新潟の至宝の本間紫苑の加入もほぼ確実となっています。心配されたのは主力の流出でしたが、ここまでのところほぼゼロです。その点だけでも高評価に値しますが、年が明けてから藤田ジョエルチマの獲得に成功しました。さらに同じように移籍市場の目玉だった本間紫苑の獲得もほぼ確実です。 J リーグの移籍市場の目玉クラスの選手をダブルゲットする可能性が高まっています。期待の新戦力はやはり藤田ジョエルチマです。18歳ながらヴェルディの攻守の要として活躍しました。2019年の U17 ワールドカップでも主力として活躍しています。今最も期待されている日本人の若手ボランチと言えます。以上のような6チームを勝ち組と評価しましたが、あくまでも2021年の1月14日現在の評価です。ここまでに挙げた6チーム以外では、シミッチや小塚を獲得した川崎フロンターレ、クレーベや高橋秀人を獲得して松尾の残留もほぼ確実となった
横浜 FC、 ガブリエルや柳など能力の高い選手を獲得できたコンサドーレ札幌も十分に満足できるオフになったといえます。今後の注目点ですが、名古屋がどんなストライカーを獲得するのか、噂になっているリンコンを神戸は本当に獲得できるのか、仙台はどのクラスのストライカーを獲得できるのか、オルンガマネーで潤った柏は誰を補強するのか、昇格組の福岡の補強はこれで終了したのか否かなどが注目点です。いずれにしてもストーブリーグはまだ続いています。当分の間は目を離すことはできません。今回の動画は以上です。次回の動画は J2 編です。 J2 の22クラブの中で勝ち組だと思うチームを挙げてみたいと思います。本動画は以上です。面白かった時はチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。